はい、こんにちは、キリンです。今回はですね、次世代型 YouTuber 第3弾ということで、次世代型ラファエル系仮面系 YouTuber ということでやっていきたいと思います。はい、まあ、半分はですね、ちょっとあの人は今的な感じで、ちょっと趣旨がもうめちゃくちゃなんですけど、はい、ちょっと人数がですね、今回多いんで、バーッと言って5分ぐらいで終わらせたいと思います。はい、では行きます。まず、1人目ですか。はい、1人目はガブリエルさんですね。まあ、これはもう筆頭だと思います。筆頭。はい、で、登録者数16万、月間再生数が230万ということで、まあ、最初はラファエルさんの後追い的なキャラだったんですけど、まあ、体を張ったりですね、すごく愛嬌のあるキャラで、人気を得まして、やっているという、はい、感じで、まあ、皆さん知ってると思うんで、ちゃっといきたいと思います。で、ラファエルさん休止に伴い、ガブリエルさんも休止したんですけど、今復活して2本動画上げてます。はい、で、何かというと、まず、企業案件。はい、まあ、元カノを紹介する的な感じの企業案件で、2つ目が猫を助けるっていう。まあ、なんで、復帰後、スタイルを変えるような雰囲気だったんですけど、実際どう変わったのかっていうのは、未だによくわからん感じです。はい、次いきます。はい、で、次、ウタエルさんですね。まあ、ウタエルさんもすごい、大好き。はい。で、登録者数6万人、月間再生数は300万。まあ、替え歌系の YouTuber さんですね。まあ、替え歌で、いろんな YouTuber さんをいじると。はい、そんな感じの方です。で、柴田さんのコンサルがもうすぐ終わりってところで、まあ、10万はおそらくいかないんですけど、まあ、今のウタエルさんの勢いはすごいんで、まあ、今後、どんどん伸びていって、10万は近いうちに達成すると思います。頑張ってほしいと思います。はい。次がですね、ミスターケンさん。はい、で以前はですね、この方ブラックラファエルミスターケンという名前だったんですけど、今はブラックラファエルっていうのは消えてますね。ミスターケンということ で登録者数3万人、月間再生数250万回再生、はい、で、まあ悪くてもですね、1本の動画で2万ぐらいは再生されて、まあ5本に1本ぐらいの割合で10万超えとか出してるような感じなんで、まあ、この方もかなり勢いある感じで、で、まあ、どういう方かというとですね、まあ高校生ぐらいのお兄ちゃんと小学生ぐらいの弟の、まあ、コンビみたいな感じで、結構発狂したり暴れたりする系の方で、僕はですね割と好きなんですよね、結構。はい、でたまに動画見てるんですけど、でただですね、結構大人向けではないかなっていう感じで、まあ主に若い方に人気があるってことだと思います。はい、まあ一言で言うと、まあやんちゃボーイズみたいな感じかなと思います。はい、で次ですね、こっからですね、ちょっとあの人は今的な感じになってくるんですが、レイピーさんは僕動画に以前してですね、知ってる方もいるかもしれないですけど、なんかテンチムさんとのコラボ動画で急上昇に1回乗った方。はい、でこの方はどうなってるかというとですね、まあ、登録者数4000人で月間再生数20万人ということで、まあ、7本動画があったんですけど、まあ、そのうちの5本がですね、なんとテンチムさん関連の動画ということで、まあ、テンチム系 YouTuber ですね。はい、まあ、なんかデートしたりとか、まあ、テンチムさんとドッキリしたりとか、はい、感じで、まあ、ほぼテンチムです。はい、ということで次です。はい、で次はツンツルメン合同会社。はい、こちらはですね、まあ、ラファエルさんとかヒカルさんとコラボしょっちゅうしててですね、まあ、知ってる方いるかと思うんですが、こちらが登録者数 1.3 万人の月間再生数5万です。で、まあ、動画1本の再生もだいたい最近は1000回から2000回。はい、ちょっと悲しいですね。はい、あんだけコラボしてたのに、まあ、結局こうなっちゃうのかっていう、こうなんか YouTuber の厳しさを改めて再認識しました。はい、ということで次。はい、で次がですね、アゴニマスさん。はい、こちらはですね、まあ、TPAP が流行った時に、まあ、それに乗っかって、まあ、TPAP のカバー動画みたいなものを作って、その動画がですね、なんと900万回再生ということで、まあ、人気が出たような方なんですけれども、登録者数 1.2 万回、月間再生数が10万回ということ で今なんとですね、改名されてですね、ザ・リビングという名前で活動されてて、でしかも個人ではなくグループで活動されてます。まあ、なんか石垣もずくさんだったり、謎の忍者の方だったりとか、はい、とグループで活動して、で毎回の投稿でこういろんな人が代わる動画を投稿しているような、本当にこうテレビの一つのチャンネルみたいな、こう YouTube チャンネルの活用の仕方をされてて、まあ面白い試みだなと思って、はい、ちょっと注目しております。はい、はい、で最後その他諸々なんですけど、まあちょっとテロップに出そうかなと思うんですが、まあ最後の動画投稿が2ヶ月前5ヶ月前4ヶ月前だけど、1週間なんか最近1本出してるよみたいな感じで、その他諸々の方もですね、まあちょっとこんな感じだっていう。はい、でまあラファエル仮面ブームみたいなのがあったと思うんですが、まあまあある程度時間が経って見てみれば、やっぱりこうやめられてる方もいるという、現実は厳しいですね、やっぱり。はい、やっぱり YouTuber としてこう続けていくとか、まあ稼いでいくっていうのは相当厳しい道だなと思いました。
はい、ということでざっと紹介しただけなんですけど、正直これからの時代はですね、ラファエル系仮面よりも動物系仮面が来るんじゃないかなと、2018年はですね、動物系仮面の時代が来るんじゃないかなと僕は踏んでおります。はい、でもし需要があればですね、その動物系仮面の YouTuber 紹介、次世代型ですね、本当の、はい、この動画も需要があれば出したいなと思ったりはしてます。はい、ということで今回は以上となります。さようなら。